小宮山悟は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の、調教師。小宮山悟とも、兵庫県育ち、東京農工大学農学部産子生物、学科卒業後、競争場育成施設に4年間勤める。1981年に、美穂、畠山茂則級者で、調教助手となり、アイルトンシンボリアマイオジョンヌを担当。 1995年に調教師免許を取得し、翌1996年3月に旧社を開業。地方競馬の指定交流競争を積極活用しており、2008年4月6日時点では、現役三位となる勝利数を記録。中央競馬においても実力ある地方競馬の騎手を積極的に起用し、2003年には船橋競馬場所,所属の坂井誠二が起乗したイルバチを、 により初の重賞優勝を果たした。日着に終わった2008年東京優秀の競争後には、これからは表舞台に出ていき、脱交流と述べている。息子の小宮山総平は、長教助手。息子の中学時代の同級生である大津森騎士、木瀬の里博氏の施設講演会会長を務める。ゴリラ愛好家で、2016年8月5日には、 ゴリラマイゴッド我が神、ゴリラという写真集を出版しており、2016年10月14日、放送のタモリクラブに出演、青年期に親の海外赴任に帯同して、ナイジェリアで生活していた時期があり、よく通っていた現地の動物園にて、ゴリラに出会って以来ゴリラを追い続けており、現在も年2回ほどアフリカを訪れていると述べる。ありがとうございます。